ろしくね。すまねえな、それはちょうど売り切れてんだ。実はモンスターが暴れてるせいでまともに採集できなくてよ。誰か何とかしてくれねえもんかねえ。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よし、行くよ。ハッソ、音神の鎧。報いを受けよ、中神聖祭。残の方、安い賭けをしたな。ちょっと。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次はどこ行くかな。帰ってきたぞ。よかった、これで料理が出せるわ。それにしても結構時間かかったわね。え、材料を取るためにモンスターを倒したの。わざわざごめんね。言ってくれたら私も手伝ったのに。ともかくありがとう、助かったわ。でもよく言うよね、一匹見たら三十匹はいると思え。やめてよ、本当に。念のため調理場全体に毒をまいて。食材がダメになっちゃうでしょ。大丈夫大丈夫、
いたとしても見つけなきゃいないのと同じだよ。気になるものは気になるの。はあ、しばらく憂鬱な日が続きそう。大げさだな。もうそうそう何度も。ああ見つけちゃったか。あれ、ミラさん、リクエストボードの前でうなってどうしたんですか？何か悩み事でも？ね、これうちに来た依頼なんだけど、私にぜひ受けてほしいらしくて。わあ、依頼主のご指名ですか？すごいじゃないですか。やっぱり大魔導演舞とかで活躍してたから。それ自体は嬉しいんだけど、ほら、私って一応引退した身だから。見てる限り全然現役バリバリだと思うんですけど。それにギルドの受付のお仕事があるから、ここを離れるわけにはいかないのよね。話は聞かせてもらったぞ。それくらい私たちが代わりにやっとくよ。いらね。理想のエルフの代わりにやっとくって。ミラ姉が外にお仕事に行ってる間、私が受付のお仕事を代わってあげるってこと。あ、エルフ兄ちゃんは用心棒代わりね。姉ちゃんの留守の間は俺たちがギルドを守る。二人とも。ミラさん、二人もこう言ってますし、依頼受けたらどうですか？依頼主の人もその方が喜ぶでしょうし。そう、そうね。じゃあ任せちゃおうかしら。よし来た。ミラ姉の代わりにバッチリやっとくからね。そうと決まったら早速準備しなくっちゃ。頑張ってきてくださいね、ミラさん。あ、ルーシー、この依頼実はルーシーも指名されてるの。一緒に行きましょうね。え、そうだったんですか？最初にこうやってスタンプを押して。そうそう、上手上手。もう子供扱いしないでよ。これくらい私でも普通にできるよ。これで手続き完了っと。それじゃ頑張ってきてね、ミラネ。ルーシー、はーい。留守番よろしくね。すぐ回転。他の方
手応えがありそうだな。切られたいものからかかってこい。カッソ、行くぞ。ペンタグラムソード。よし。扉レオ、愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。カント、天輪の鎧アグレスオーダー、テイクオーバー。サタンソウルセイラ、殴っちゃおった。来てエルフマン、姉ちゃんを守る。火の粉を払うのみ。カッソ、行くぞ。エンタグラムソード、テイクオーバー。はあ、よし。バスター、テイクオーバー。サタンソウルセイラ、
殴っちゃおった。来てエルフマン。姉ちゃんを守る。地球の扉レオ、レグルスインパクト。すぐ回転シャの方テイクオーバー。はい、よーし、天神のロンドン。やったー。よし、どこ行こうかな。ここにしましょう。そんなに難しくない依頼でよかったわね。いやー、ミラさんの戦いっぷりのおかげですよ。本当に強いな。あれ、なんかギルドの前の通りに人だかりができてません？本当ね、何かあったのかしら。おいおい、騒がしいな。ギルドの方で何かあったのか。なんでもどこかの闇ギルドがメアリーテイルに襲撃をかけたって話だぜ。私たちでちょうど片付けたところ。ちょっとギルドの中が散らかっちゃったけど全然平気だよ。何事もなくてよかったですね。ミラさん、ミラさん、よかった。本当に私、あなたたちに何かあったらどうしようって。また大切な人がどこかに行っちゃったりしたらどうしようって。大丈夫だよ、ミラネ。私たちはもうどこにも行かないから。そうだぜ、姉ちゃん。俺たちだって成長してるんだ。姉ちゃんがいなくてもギルドの留守くらい守れる。もっと私たちを、仲間を信用してよね。そう、そうよね。信じないとダメね。あなたたちもフェアリーテイルの一員なんだから。そういうこと。だから今度からも留守は私たちに任せて自由にお仕事行ってきていいんだからね。私も結構受付の仕事やってて楽しかったし。そうね、今度からはそうするわ。姉ちゃんも晴れて現役復帰ってわけだな。ってことは今後は私たちからミラさんをチームに誘ってもいいんですか。ね、誘ってくれたら嬉しいわ。また一緒にお仕事しましょう。すっごく心強いです。絶対また誘いますね。改めてよろしくね、みんな。